とにかくね、呼吸に集中してみるってことを僕勧めてるんですね。瞑想の中でも呼吸って必ずみんなしてるじゃないですか。はい。だけど、呼吸を意識的にするんですよ。みんな呼吸って基本的に意識的にはしてないんですね。そうですよね。もうナチュラルすぎちゃって。うん、なので、呼吸を、例えば、1234ですって、1234って吐く。みたいに、呼吸をこう、数えてみるっていうのかな、うん、そう、変な言い方ですけど、そんな風にして、その呼吸に集中する。瞑想って一つのことに集中するって意味なので、呼吸に集中しているだけで瞑想になるんですね。そう。で、もし、じっとしてるのが苦手っていう人もいるので、そしたら黙々と歩く。歩く瞑想というのもあります。うん、あなたなりに合った瞑想のシチュエーションを見つけるということも、また一つ、うん。そうです、そうです。で、たまにはね、動的な瞑想じゃなくて、じゃあ静的な瞑想、静かなね、動かない瞑想、静的な瞑想ではなく、じゃあ動的な瞑想みたいに、使い分けてもいいですよね。はい。うん、ね、だから例えば縁起のいい、ね、うん、石はこれ、縁起の悪い石はこれって、うん、例えば雑誌で見た時に、うん、縁起の悪い石を自分がこの間買ったとしますね、うん、でしかもそれはすごいこうワクワクで買っていい感じって買ったのに、うん、縁起が悪いんだではなくて、うん、私にとってはこれは縁起物にしていくっていう心意気っていうのかな、はい、だって自分が惹かれて買ったんだから、うん、ね、うん、自分がいいなって思って買ったわけだから、はい、自分を信じるんですよね、うん、はい、これがとても大事だと思います、うん、そうです。やっぱりこうバランスを崩す一番の原因っていうのは、うん、皆さんが知ってる言葉で言えばストレスだったりします。うん、うん、でストレスっていうのはやっぱりこう自分と一致しないことをやったり、うん、ね、自分の本心とは違うことをやってみたりっていうふうにした時に、うん、やっぱりこうストレスっていうのは自然に発生するものなんですよね、うん、要するに自分をこう強いるようなエネルギー、これをやらなければならない、うん、あれをやらなければいけない、ここまでに間に合わさなければいけない、こうでなければああでなければっていう、その、うん、こう追い立てられるような、うん、そういうものの見方や捉え方で動いてしまうと、どんどんストレスが溜まっていきますね、うん、はい、そうすると本来の自分っていうのはもう癒された存在そのものなんですけど、分かりやすく言うとその自分と一致していれば常にバランスが取れてる状態なんですね。でもそのストレスがどん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 本来の自分の位置感からこうずらしてってしまうので、この時に人は病気を体験してみたり、体調不良を感じてみたり、精神的な不安定さを感じてみたり、つまりバランスが崩れたっていう状態を体験するんですね。なのでこれをしっかりとバランスさせてあげるっていうのは、もっと自分に対してその強いるエネルギーよりも受け入れてあげるとか、多めに見てあげるとか、そういったこう自分に優しくしてあげるって言ってもいいですかね。自分を大切にしてあげる、やっぱそういうあり方を通してバランスを取っていくことができる、つまり癒されていくと、何が自分にそれを与えてくれるのかをちゃんと自分で見極めていく必要がありますよねって。香りはいいかもしれないです、癒しには。でも万人には良いとは言えないんですね。そう、この香り嫌いとか、私香りって苦手なんですっていう人だって中にはいて、そうそう、癒しどころではないわけですよね。じゃあその人にとっては香りよりも音楽を使ってみようかなとか、例えばそういうこうチョイスの違いが出てきますよね。だからそこをちゃんと見極めていくことが大事かなっていうふうに思います。はい、事象というのは恋の表と裏なんですね、ということは悩みが発生した時点で実はもう答えも出てるんですよ本来、質問が出た瞬間に答えは出てるんですね、それに気づけるかどうかなんですよねって。これは自分で気づける方法っていうのは並木先生、もちろんあるんですよね。あります、もちろん。でその一つに例えばですけど、自分の潜在意識を活用するという表現でいいのかなというのもあって、例えば寝る前にこう自分の潜在意識ってこう、ね、普通には意識できない意識を潜在意識と言いますね、普通に意識できる意識を顕在意識と言いますね、だけどこの潜在意識っていうのは膨大な情報量を持っているので、また宇宙とつながっているっていうふうにも言える領域なんですね、なのでそこに寝る前に潜在意識に問いかけるっていうつもりを持って、私が寝ている間に私がこうこうこういうことで悩んでいることに対する答えをくださいと、依頼してから寝るんですね。そうすると夢の中でそれを受け取ってみたりとか、目が覚めた瞬間にあ、こうなんじゃないかなっていうふうに気づいたりするっていうのがあるので、それもねぜひやってもらえるといいかなと思います。ね、始まったばかりなのに充電って思うかもしれないですけど、やっぱり夏って自分が思ってる以上に体力も気力も奪われたりするんですね、やっぱりエネルギーがね大きく動くんです夏って。やっぱアクティブっていうのももちろん関係してるんですけど、なので結局その部分をちゃんとこう充電してあげる、漏れてたら
埋めてあげる、満たしてあげる、はい、みたいに充電してあげることで、また秋からの、まあ、秋から冬ですよね、うん、をこうより元気にパワフルに過ごしていくことができるので、うん、ちょっとねメンテナンスっていうふうに思って、はい、こうゆっくりする時間だったり、例えば体疲れてるなと思ったら自分の好きなマッサージでもいいですし、うん、何か与えてあげてね、こう自分で自分を癒してあげるみたいな、うん、なんかねそういうことをちょっと心がけてみられるといいかなと思います、うん。なんていうの、当たり前そりゃそうでしょうよって言いたくなるかもしれないんだけど、うん、本当はねそこじゃないんですね、うん、悩みの原因元になっているものっていうのはそこではありません、うん、自分が何のどんな観念や概念を使っているか、ここに気づくことで悩みから一気に解放されるんですね、うんうん、で先週の放送でもやっぱりその原因は何か、うん、発端は何かっていうのをついつい僕たちは追い求めようとするんですけれども、うんうん、まあいろいろ家族の話を総合していくと、うん、もっと小さい時にちゃんと接してあげられなかったことに理由があったのかなっていう、ただその過去にはもう戻れないですよね、うんうん、そうです、うん、だからってことは今しかないんですよねって、今をどうしていくか、今どうしたいか、うん、で例えばあの先ほどね、そのじゃ あのお子さんに話しかけても話ん帰ってこないと、はい、ね、いうふうになった時も、その時自分はじゃあ現実を見た時に何を感じてるって、うん、あ話し返してくれなかったことに対して悲しいって感じてるなって例えば思ったとします、うん、そしたらそれそのまま言えばいいんですよ。あ、反応がないのが悲しいと、悲しいんだよね俺、うん、うん、これが今にいて今感じてることを表現するってことです、うんうん、でもその言葉通りじゃなかったとしても、そういうコミュニケーションの仕方っていうのが今大事なポイントになっていて、うん、でそれをでもしたからといって話し返してくれるという、それはあくまで期待であって必ずしもそうではないことだってあるわけですよね。でもその時に感じた、自分はこう感じるんだ、でこういうふうなやり取りしてる時ってすごく悲しいんだよねっていう、うん、その今感じてることをありのままっていうのかな、表現していくっていう、この今のコミュニケーションっていうのが、僕はそういうところをこう打破していくとかっていう表現するんだったら大事なポイントになってるっていつもお話しするんですね。